はい、皆さんこんにちは。今回の夕方動画はですね、このジヤマの続きやってまいりたいと思います。まあとりあえずね、これが見てもらって分かる通りガンダム入ってるんですけどもね、まあここは浮いてるっていうのと、まああの下半身がねまだね、こうここはね、ここに、ジョイントをね設けないといけないっていうのがねありますので、ちょっとね背中についてるキャタピラボのやつをね、背中というかね頭についたやつね外してまいります。こんな感じですね、なっておりますね。はい、まあこれはこれでねかっこいいですけどね、はい、まあちょっとねこれ、まあちょっとこれ外しましょうか。よいしょよいしょ、ちょっと外しておいて、まあ、外せる部分外してね、ちょっとやってまいりたいと思いますね。胴体も外しておきましょうか。こんな感じでね、はい、あっさりしましたね。こんな感じで、まあ一個はね、こう。うっすら見えてるかもしれないですけどね、ここでちょっとね切ろうかなと思って数字入れております。で、これですね、まあバシッとこうね出せない感じですけども、位置が大体でねやっていこうかなと思いますね。なので、こんな感じでね、ちょっとね、ここに点つけてあげてね、よいしょ、はい、ここに、こんな感じですね、ここに穴を掘いて、3ミリの棒かなんかを、こういうね、3ミリの棒というかね、ランナーからね、私プラ棒も持ってますけどもね、だいたい3ミリの何かするときはもうこうやって、ランナーからね取っております。よいしょ、まあ、夕方動画なんでねちょっとね緩く見てもらえればなと思いますけどもね、はい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 、ちょっとね削りましょうかね。プラ棒をね、結局プラ材ですんでね、ランナーもプラ棒も一緒なんではないかと思います。まあエヴァングリーンさんのね H コートかなんかこう三角になったやつ、精度出たやつとかね、そういうのもありますけどもね、私もこのプラ棒でいいんじゃないかなと個人的には思っております。こんな感じでね、円出してしまえば大丈夫かな。はい、もうちょっと削りますか。なんかね、ちょっときつかったですね、今。指でね、こう回しながら、これもこう回しながら、これもこう回しながらね、こうやって削っておりますんでね。なんとなし読んでるんじゃないかと。まあ機械がね好きな方とか、リューターとかねプラ棒を挟んでね、こうやってビーって回してね、こけし作るみたいにしてね、いろいろ作ってるみたいですけどね、電動工具、まあまあごっついやつは持ってるんですけどね、はいアルミ削ったりとかねできるやつは持ってるんですけども、まあまあそう、ね、プラモするのにそういうの出してもねちょっとごつすぎるかなと思いますので、で、ここに分かりますかね、あんま見えないですかね、これはウェーブさんですね、ウェーブさんのなんか千枚通しみたいなやつ、これ、ちょっといただき物なんですけどもね、はいはい、こんな感じでちょっとね印つけておいて、
これがこうなるんで、ね、でもいらないような気がしますね。ぶった切って大丈夫ですかね。こうですよね多分ね。はいはい、こうですね。こうなんでね、多分いらないですね。これね切っちゃいましょうか。はい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 、ちょっと切っちゃいましょう。これねバツッとね、はいはい、切っちゃったもうね。改造するときにね、こうすごい精度出してみたいなねこと思いますけどもね、まあもともとプラなんでね、そんなに精度出さなくても、うん、後で修正が効くと思いますんでね。で入るかな、大体でいきましょうか。こんな感じでいきましょうか。はい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 、こんな感じかな。バズッとなった。はいはいはい、こっちもちょっと削らないと多分入りませんな、これね。まあ、こう改造してる時も楽しいですよね、プラモデルって。こうここら辺もちょっとこうやっとろかいなみたいなね、こう思ったりとか、こここうつながらないかなと考えたりね、やると楽しいかなと思いますね。もうちょっとこっち広げますか。なんか穴がちゃんと入ってないのかな。いい感じ、精度出すぎてギチギチですねこれね。ちょっと押し込んでみましょう。はい、こんな感じで押し込めました。でなんでこの長さでやったかというと、こっちのね、こっちにも底付きできるので、ここの面でここのね穴の面とこの底の面で固定できるので、強度出るかなと思ってこうやっておきます。ね、これ流し込み接着剤で、接着してみましょう。いいんじゃないですかね。まあ、これでね、ある程度強度を出してね、A パーツ、B パーツみたいなね、合体できるというかね、ガンダムと G ファイターが合体できるのではないかと。はい、はい、ちょっと飛んでいってましたねこれね。で、これをここにねはめて、こんな感じではめてガンダムのドッキングね、こんな感じですればほらいい感じにね、待ってでしょ。で、蓋がこんな感じですか。はいはい、ものすごく頑丈につきました。こんな感じです。いいんじゃないでしょうかね。またここをね、切ってどう処理するかなんですけども、まあとりあえず切ってみますか。はい、とりあえず切ってみましょう。はい、がっつりはまりすぎてますねこれね。はい、よいしょ、ね、これも取れますんでね。ノコギリで切っときましょうか。ノコギリで切る前にちょっと脱ぎ素で測ってね、はいはい、
線つけておきましょうね。このぐらいですかね。まあ大体でいいんですけどね。25にしときましょうかね。はい、25mm。25mm でちょっとガンダムとかしときましょう。はい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 。よっ、はい、でね、25mm でプラ板をね蹴るときにも言ったようにこうこっちの面にこう合わせてねこうやってよっ、こんな感じでね筋入れると分かりますかね。うまいことね入れております。筋入っております。でこれをそのねノコギリでゴリゴリといきましょうかね。まあ後でねこう、まあ、面出しとかねすればいいんですけどね、ある程度こうやってやっておくとまあ、うまいことは行きやすいんじゃないかと、はい、思います。ちょっとこう、バリがね、出ておりますけども、はい、反対側も切ってまいりましょうかね。感じですね。よいしょ、こんな感じかな。外れた。よいしょ。はいはい。まあね、よくね私お客さんとかね店長とかにも言われるんですけどね、思い切りいいですよねっていう話をねよくされるんですけどもね、まあまあ後でね補修が効くものなのでね別に大丈夫なんではないかと思います。はいはい、こんな感じですね。こんな感じで切れましたので、よいしょ、これをまあまあどうつなげるかはちょっと後に回しておいて、それでガンダムが干渉しないかどうかねちょっとやってみます。はいはい、これでね干渉しないで蓋がねちゃんとこう閉まりますね。これでこの部分足出てますね。ある程度ちょっと測ってみましょうか。今の状態でね何ミリぐらい足が出てるかですね。まあ、大体でやるとまあ5ミリぐらい出てるっていう感じですね。で5ミリ、こうここをこう浮かせれば大丈夫ということですね。こんな感じでね、こんな感じでねって見えてないですね。こんな感じですね。こんな感じで5ミリ浮かせればいいと、はい、ということは何か挟み込まないといけないというのと、こう挟み込んだこの隙間にね何かモールド的なことをね
入れないといけないというかね、何しましょうかね、いろいろこういうのね、こういうバンダイさんが出してくれてるやつもありますし、まあ、これ使えそうですね、これなんとなく使えそうですね、はい、これも使いましょうね。フラバンでいいかな、はいはい、まあ、こんな感じでいいかな。こういうものをね、こう、こういう、この人たちのね、後ろに、こっちか、こんな感じで、こんな感じで埋め込めれば、かっこよくなるんじゃないかな。しますか、どうしますか、よいしょ、ちょっと悩んでみましょうか、ね、はい、なんとなしね、できました、こんな感じしてみました、いかがでしょう。はい、これね、まだこれ、このプラマンね、接着してちょっとね、ふわふわしてたんでね、中のここですね、これちょっとプラ棒でね補強入れてます。でここもね、ツラ合わせるまでね、こう乾燥してからやらないと動いてしまってね、精度出ないので、ちょっと何ですかね、のりしろ的なやつをね残しております。まあ、ま、前から見たらこんな感じでね、いいんじゃないかと、はい、でこの隙間がですね、中にプラ板で蓋して、このね大きい何ですかね、なんかバーニアみたいなやつを、まあ、1個切り出してやってみましょうか。はい、よっこいしょ。まあね、このバーニア、こういうね四角いバーニアよく私使うんですけどね、ちょっとね、中に入れ込むんですけどね、ここら辺にこう入れ込むんですけど、まあ、こんな感じでね、後ろから見たらこんな感じになるかと思います。はい、ちょっとまたね、時間長くなりすぎてるんでですね、ここら辺でね今日は終わらせてもらいまして、まあ感想もありますんでね、ここのね、次回に、またねここを足すやつですね。まあガンダム自体がこうもうまっすぐ入ってますのでね、こんな感じでね、なんでちょっと胴体つけてみましょうか。はい、はい、こんな感じでね入っておりますので、いいんじゃないかなと思います。で次回こっち、ここをね、なんとなく仕上げてからガンダムを仕上げようかなと思っております。はい、上から見たらこんな感じで面白いですね。はい、こんな感じです、はい、着々とねできておりますのでね、まあ夕方動画で多分ちょこちょこ上げていくと思います。で、まとめというかね、その最後のこう完成しましたよっていうのはお昼動画で出すかもしれないですけどね、それまでこういうちまちました工作は夕方動画で出していこうと思いますので、お付き合い願えたらなと思います。それではこの動画面白いと思われましたら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォロー、よろしければサブチャンネルの登録もお願いいたします。それではさよなら。